PHP でウェブアプリケーション開発するときに必須の PHP フレームワーク。でも PHP フレームワークってどんなときに使うんだろう。 PHP フレームワークのおすすめやどれを使えばいいか知りたい、このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。 PHP フレームワークの特徴やおすすめのフレームワークを詳しく見ていきましょう。いろいろあると選ぶのが大変という方向けに、今使うべき PHP フレームワークも最後に紹介しているので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。早速 PHP フレームワークについて紹介していきたいのですが、その前に今回の動画の内容を確認してみましょう。この動画を見れば PHP フレームワークの概要、 PHP のおすすめフレームワーク5選、どの PHP フレームワークを選ぶべきかを知ることができます。ではまずは PHP フレームワークの概要について解説していきます。簡単に PHP フレームワークを紹介すると、プログラミング言語の PHP で Web アプリケーション開発をするときに便利な開発キットのこと。 PHP だけで開発するよりも効率的に開発できるようになるので、開発現場では利用がほぼ必須となっています。もっとわかりやすく伝えるために、ここでは次の2つの流れで解説します。 1. PHP でできること。 PHP フレームワークの概要。2.PHP フレームワークを使うメリット。まずは PHP でできることについて解説します。PHP では Web サービスや Web アプリケーションの開発ができます。Web サービスや Web アプリケーションは Web ブラウザ上で動くサービスやアプリケーションのこと。これらのアプリを作るときに PHP が使えます。そして PHP のウェブサービスやウェブアプリケーションの開発を効率化するために使われるのが PHP フレームワークです。ただここまで聞いて PHP だけで開発する場合と何が違うの？と思った方もいるかもしれませんね。次に PHP フレームワークを使うメリットについて解説します。 PHP フレームワークを使うと、開発に必要な様々なことが効率的に作れるようになります。例えば、Web アプリケーションを開発するとき、表示する URL によって画面を切り替える処理が必要です。具体的に言うと、登録画面や検索画面を開くときに、以下のように URL が変わるのです。しかし、これを PHP だけで作ろうとすると、URL によって画面を切り替える処理をゼロから自分で作らないといけません。PHP フレームワークには、最初から URL によって処理を分ける機能があるので、機能を利用するだけで済むのです。このように Web アプリケーション開発で必ず使うような処理が PHP フレームワークには一通り揃っています。ちなみにフレームワークについては別の動画でも詳しく解説しています。概要欄に載せているので、詳しくはそちらを確認してみてください。以上が PHP フレームワークの概要についてでした。続いて PHP のおすすめフレームワークをご紹介します。おすすめは次の5つです。 1. ララベル、 2. ケーク PHP、 3. QL PHP、 4. シンフォニー、 5. スリム。一つずつ詳しく見ていきましょう。一つ目のフレームワークはララベルです。ララベルの特徴は次の3つ。世界で最も人気の PHP フレームワーク。簡単にウェブアプリケーションが作成できる。学習コストも少なく覚えやすい。ララベルは世界で最も人気の PHP フレームワークです。それでいて複雑な概念が少なく、初めて PHP フレームワークを使う人にもおすすめです。また日本でララベルを使った開発案件も多いので、まずはこれを学ぶのがおすすめです。2つ目のフレームワークはケーク PHP です。ケーク PHP の特徴は次の3つ。日本で人気の高い PHP フレームワーク。昔から根強い人気があり、案件数も多い。日本語のドキュメントが多く、学習しやすい。ケーク PHP は Ruby で人気のフレームワーク Ruby on Rails を参考に、誰でも高速に開発ができるように作られた PHP フレームワークです。
Ruby のように高速に開発できて案件数も多い PHP フレームワークを学びたいときにおすすめです。3つ目のフレームワークは QLPHP です。 QLPHP の特徴は次の3つ。高速に動くアプリケーションを作れる。機能がシンプルな分ルールに縛られずに開発ができる。日本語で書かれている公式ドキュメントがある。 QLPHP はアプリケーションに速さを求めるときにおすすめのフレームワークです。先ほど紹介した CakePHP と違って機能は多くありませんが、オートローダーという仕組みで必要な機能のみを読み込むためメモリを節約し、高速で動くアプリケーションを作れます。また開発するとき細かいルールが少ないため、ルールに合わせて開発するため開発に時間がかかるといったこともありません。高速に開発して高速に動くウェブアプリケーションを作りたいときにおすすめです。4つ目のフレームワークはシンフォニーです。シンフォニーの特徴は次の2つ。規模の大きなウェブアプリケーション開発によく使われる。開発だけでなく保守にも便利な機能がある。シンフォニーは比較的規模の大きなウェブアプリケーションを開発するときによく使われる PHP フレームワークです。開発だけでなくアプリリリース後の保守に便利な機能もとても豊富です。リリース後の安定性も重視した PHP フレームワークを選びたいときにおすすめです。5つ目のフレームワークは SLIM です。 SLIM の特徴は次の2つ。最低限の機能のみで軽量に扱えるフレームワーク。機能が少ないので学習コストも低い。 SLIM はララベルや CakePHP と違って最低限の機能のみが揃っている PHP フレームワークです。そのためフレームワークを使うために学ぶことが少なく、使いこなすまでに時間がかからないのが強みです。フレームワークをまずは使って開発を試したいといった場合に学習コストが少なく済むのでおすすめです。以上がおすすめ PHP フレームワーク5選の紹介でした。ただいろいろあると選べないと思った方もいるのではないでしょうか。続いて結局 PHP のフレームワークはどれがおすすめなの？といった疑問にお答えします。結論から言うと、ララベルまたは CakePHP を使うのがおすすめです。理由は需要が高く仕事の案件数が多いからです。せっかくフレームワークを学んだのに仕事がないから使えないといった悩みがなくなるので、まずは2つのどちらかを学ぶのがおすすめでしょう。求人サイト Indeed で東京都の案件数を確認してみても、ララベル1263件、 CakePHP 843件、 QLPHP 200件、 Symfony 330件、 Slim 77件。結果はララベルと CakePHP の案件数が圧倒的に多いのが分かります。またララベル、CakePHP どちらの案件も基本的にはウェブ開発がメイン。客船常駐だけでなく自社開発案件も多い。ベンチャー企業などの案件も多い。このような内容が多いです。特に顧客の企業に常駐する形で仕事をするのではなく、自社でアプリ開発ができる案件も多いのは魅力的ですね。より速さを求められるベンチャー企業などでもララベル、CakePHP がよく使われています。案件数、案件例などの結果からララベルや CakePHP がおすすめだと言えます。最後に今回の動画をまとめると、 PHP フレームワークは効率的にアプリケーション開発ができる便利キットのこと。 PHP フレームワークはウェブサービス、ウェブアプリケーション開発で必須。 PHP のおすすめフレームワークは以下5つ。1. ララベル、 2. CakePHP、 3. QLPHP、 4. シンフォニー、 5. Slim。 今学ぶなら案件数の多い以下どちらかの PHP フレームワークがおすすめ。ララベル、 CakePHP、 こちらになります。この動画を見ることで今まで PHP フレームワークの特徴がわからなかったという方も、 PHP フレームワークの特徴やおすすめの PHP フレームワークがなんとなく理解していただけたと思います。今回の動画で取り上げた PHP フレームワークについては概要欄にある記事でも詳しく解説しています。動画と合わせてご覧いただくとより一層理解が深まるのでおすすめです。
この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、楽しみにしていてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エンジニアって稼げそう。流行りのリモートで働ける企業も多いし、エンジニアに転職して働きたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、プログラミングってなんだか難しそう。このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実際にプログラミング学習者を対象に行ったアンケートによると、プログラミング学習者の 87.5%、 つまり10人中約9人が挫折を経験しているという結果が出ています。最近では独学でプログラミングを学べる環境が整ってきていますが、ただ闇雲に学習を続けてもプログラミングを習得して目標を達成するのは難しいのが現状です。そこでサムライエンジニア塾は、これまでの指導実績をもとに、プログラミング学習に成功する人は普段どんなことに取り組んでいるのかを分析した結果、成功者の多くが目的・目標が明確で、それに合わせた学習プランがある、常に相談できる人がそばにいる、自己解決能力が高い、この3つを兼ね備えていることが分かりました。サムライエンジニア塾では、初心者でも学習を成功できる環境を作るために、オーダーメイドカリキュラム、オリジナルサービス開発、マンツーマンレッスン、この3つのサービスを提供しています。オーダーメイドカリキュラムは、学習目的に合わせてあなたにぴったりな学習プランを作成しています。学習を通してオリジナルサービス開発をすることで、企画から開発までの流れを学べて、自己解決能力を養うことができます。そして基礎学習からオリジナルサービス開発まで、専属の現役エンジニアがマンツーマンレッスンで指導をしています。今までに全くプログラミングに触ったことがないという方もご安心ください。サムライエンジニア塾を受講される方の 90% 以上が未経験からプログラミング学習を始めて、 94% の人が転職に成功しています。受講はオンラインでもできるので、パソコンとインターネット環境さえあればどこでも学習可能です。あなたのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。あなたもサムライエンジニア塾でエンジニアデビューを目指しましょう。無料体験レッスンもやっているので、概要欄の URL からチェックしてくださいね。